向かわせるって難しいかなと思うんですよ、はい、今晩すぐ合わせてみたいなと思っちゃう。めっちゃ履きやすい感じなまあ履きやすいわ例えばこのエアフォースとコンバースのハイカット、うん、もう白で組んでください。コーディネートこんにちは、タッパーホープのみそちです。参加です。ということで今日は対談動画撮っていこうかなと思ってます、はい、お願いします。で今日はこれですね、スニーカー靴編ということで並べられてますね。はい、カネさんに聞く着こなしスニーカー編をお届けしたいと思います。はい、最近スニーカー多いですよね、履くこと多いですね。多いですよね、うん、まあ芯に合わせて、うんうん、そこは変えてますけど、スーツにスニーカー合わせるって、はい、一般的には難しいかなと思うんですよ、うん、はい、それをなんかこうさらっと着こなせるというか、はい、合わせられるポイントとかを聞いていきたいな。はい、わかりました。そもそもなんでスニーカーを合わせるようになったのかっていうところ、きっかけ？きっかけ。きっかけは単純なんだけど、3、4年前ぐらいかな、雑誌を見てるときにいろいろな雑誌の媒体でそのスニーカーを合わせたコーディネートを載ってて、うんうん、それを見てからあ、こういうコーディネートの仕方もありだなっていうのが自分の中で思ったのがきっかけ。なるほど、そう。インスピレーションを受けたって。そう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 。また雑誌から？雑誌から。あとはインタレスとか、うんうん、そういう画像を見るとかで、うん、あ、こういうものもあるんだなと思って、あ、自分も取り入れてみたいと思ったのがきっかけかな。なるほど、うん、でもいろいろカネさんもこうやってスニーカーとか結構持ってると思うんですけど、うん、最近コンバースが多いイメージがなって、うん、コンバースが多いね。なんでコンバース合わせるようになったのかなって普通に思いますなんでかなぜコンバースには。そう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 。コンバースはでも僕小さい時から実は結構履いてて、1908年に創業なのね、うん、コンバースって、はい、で、17年かな、うん、にバッシュとしてコンバースを出してたりするんだけど、うん、中学校の時にそれこそ僕の友達の周りがみんなバスケやってて、サッカーじゃなくてサッカーじゃなくて、まあ僕はサッカーやってたけど、サッカーですよね、うん、だけど周りがみんなバスケやってたから、うん、友達ん家でストリートバスケを見てたりしてたの。で、学校に集まるとほぼバスケしかしてなかったの。へぇぐらい好きだったのよ。で、その学校に行く時もこういうコンバースを履いていたし、だからコンバースはもともと好きだったんだよね。で、スーツをやり始めるようになってから、うん、正統派なストレートチップだったりとか、うん、まあ、あとはローファーとか、うん、チェルシーブーツだったりベルジャンシューズとかルームシューズとか合わせてたけど、先ほど言ってさ、雑誌を見た時に、うん、あ、コンバースで合わせてみたいなと思ったよ。もともと好きだったから。めっちゃ履きやすい感じになってる。まあ履きやすさもある履きやすさもあるし、もともとコンバースが好きだったっていうのもあるから、うん、これで合わせたらどうなんだろうなと思ったのがきっかけでコンバースは合わせるようになった。なるほど。もちろんそのシーンに合わせて、まあ、違うスニーカーもそうだし、うん、革靴も履いたりももちろんするんだけども、うん、基本的に今そうだね、出勤の時とかはコンバース履いたりとか、うん、難しいと思うんですよね。でもまだ、いや、まあ難しさはあると思うよ。例えばこのエアフォースとじゃあこのコンバースのハイカット、うん、もう白でじゃあ組んでください、うん、コーディネートって言ったら、うん、どんなこと意識しますか。はい、意識するのはでもこのコンバースの白の場合はもう本当に自分からすると合わせやすいから、うんうん、うん、もうチャコールグレーのスーツとか合わせてもかっこいいし、ネイビーのスーツとか、あとは夏場とかになってきたらシアサッカーの生地、ちょっと軽めに仕上げてもすごい相性がいいと思うから、何を合わせてもかっこいいと思う、うん、逆にエアフォースワンはこういうコンバースは違ってゴツッとするじゃん、うん、こう見ると、うん、幅も結構あったりとか、うん、こうもとかだったりするから、こういう場合はコーデュロイとか、コーデュロイ、うん、太めのコーディネートとか、うん、あとベルベットとか、うん、で、サイズ感は細身じゃなくてあえてちょっとこうルーズな、うん、太めのパンツにしてあげて、うん、ちょっとザボッと履くぐらいの方がかっこいい。ちょっと男っぽい感じ、そう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 、合わせ方になりますよね、うん、ちょっとこうストリートスタイルっぽい感じで合わせてあげてもかっこいいかなと、うん、なるほど。中はシャツじゃなくてトレーナーだったりとか、うん、パーカーを着てもいいと思うんですね。なるほど。カネ、うん、さんがスニーカー合わせる時のポイントというか、うん、コツ、あとやっぱこう見てるお客さんとか、うん、スニーカー合わせるの難しいなって思う人も多いと思うんで、うん、そういう時にこう意識すること、うん、ポイントとかあればちょっと教えてほしいです。うん、自分の場合は
コンバース、うん、でコンバースって横幅が細くて、うん、ここもそんな高くない、うん、だから一番僕が気をつけてるポイントとしてはパンツの丈の長さ、うん、くるぶしが少し見えるぐらいに設定してあげるとほんとここにつくかつかないかぐらいの長さなので、ね、はい、そうすると靴下も見えて少しすっきりとしたイメージになるから、うん、まとまりが良くなる、うん、なんでそれになったかというと、まあ、自分のそのコーディネートスタイルサイズ感っていうところを、まあ、この靴に合わせるというか、うん、そうしてあげるとすごいバランスは取りやすいんじゃないかなと。丈感とパンツのシルエットシルエット丈感、うん、スニーカーを履くんだよと、うんうん、気をつけた方がいいかなと思う。で多分こういうスニーカーすると、うん、こうキャンバス生地だったりとかいろいろあるんだけど、うん、一番最初に合わせるのであればこういうレザーのスニーカーとか、あとはこれかな、このスリッポンタイプ、紐がなくて、うん、本当にスリッポンタイプ、こういうスニーカーとか合わせるとすごい合わせやすい、うん、レザーはすごいきれいめに見えるし、スリッポンはカジュアルになるから、うん、本当ローファー感覚で履ける。なるほど、まあ、これももちろん丈感だったりとか自分たちのサイズ感に合わせて選び方は変えていった方がいいかなとは思う、うん、最初の時はってことですね、うん、なるほど。気をつけるポイントとしては、うん、丈感とパンツのシルエットかな。なるほど、それを意識できればスニーカーも合わせやすくなってコーディネートの幅も広がりそうですよ。うん、合わせやすいと思う。いろんな色味あるしね、スニーカーは。めちゃくちゃ勉強になりました。色味が上手いです。ありがとうございます。次回もいいっすか、聞いてみて。まあ、ぜひぜひ次回は OK。 なるほど、今日はこの辺で。わかりました、はい、ではまた。